昨日ぶりですね。え、びっくりした。今一瞬スマホの日付曜日を見たら日曜日が月曜日に見えて、あれ今日って月曜日だったっけってびっくりしました。やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんかさ、私ピンクのフグ着るってなかなかないじゃないですか。だからね、ちょっと配信始める前こうやってずっと画面見てて、なんかピンク似合わなくないってずっとちょっとね悩んでたら、ちょっとごめんなさい、数分2分何分1分遅れちゃった。20時半からの予定だったんですけど。いや、似合うよともう言ってくださってありがとうございます。あの、似合わないよってね思っても言えないもんね。ありがとう、ヤマイさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。これは猫のひげではなく、めちゃ可愛いのいいを表してます。そっか、見慣れてないだけ、そういうことに、そういうことにしとこう。見慣れてない。え、でもさ、ピンクの服って持ってるっけ。持ってなくはないですね。そうですね、ツインテールはちょっと髪がボサボサだったのでツインテールにしました。今着てるのはこれは私の私のですよ。でもね、れいかちゃんも、私、れいかちゃんがねこういうパーカー、多分同じちょっと違うけど同じの持ってて、だからいつかレッスンとかでお揃いできようって話してたんですけど、一度もまだ実現できてない。たけさん、めっちゃ可愛いギフトありがとうございます。ピンクがなかなかまだ慣れませんね、調子が戻りませんね。そうですね、今日はだいぶ寝不足ですね。寝不足なのでコーヒーを飲みました。ロールキャベツさん、クマありがとうございます。クマありがとう。なんだろうこれは、なんか米俵、一光さん、米俵合ってる。ありがとうございます。昨日はね、あのあと弱虫ペダルを読み始めて読んだんですよ。え、でもね、全然まだ何巻だっけ、6巻ぐらいまでしか読めなかったです昨日の夜。でもね、寝るのだいぶ遅かったんですよね、4時とか。すごい多分ね、じっくり読むので、一冊読むのに1時間ぐらいかかったと思う。え、どれぐらいかかりますか、漫画一冊読むの。皆さん、30分ぐらい、え、嘘でしょ、10分は嘘。本当に15分、嘘でしょ、本当に言ってる、ほ
当に言ってますか。ゆっくり読みたいから1時間一生一生。30分が結構多いですね。ね、5分は嘘。あー、漫画によって密度違う、それわかる。なんかね、結構さらっと読める漫画もあったら文字がいっぱい多いのとかはね、読んでたら長くなっちゃうよね。漫画によるはわかります。そう、なのでまだまだ私の長い夜は続きそうですね。いやー、弱虫ペダル全巻本当にもう嬉しい。嬉しいんです。あの、昨日もツイートしたんですけど、びっくりしましたか。全巻いや、プレゼントでいただいて、大人買いじゃない、いただきました。もうありがとうございます。もうびっくりありがとうございます。大人買いはちょっとね、できないです。まだちょっと そのようなねそのような、いろいろあれですね、勇気が。勇気が出ませんね、大人買い。そう、大人なんですけど、大人買いはまだもう少し先になりそうですね。そう、プレゼントで全巻いただいて、めちゃめちゃ重いじゃないですか、75冊あるので。すごい重かったんですけど、気合で一度に全部持って帰りました。事務所から一度に全部持って帰った。めっちゃ重かった。いや、もうね、もう次はできません。次はできません。いや、本当に重かった。ちょっとやってみてほしい。何巻って75冊、75巻、75冊を紙袋2つに入れて、とことこ持って帰りました。タクシー乗ってない、バスですね。バスは乗りました、さすがに。そしたらさ、バス停降りて歩いてたら、一つの紙袋のね、取っ手が切れちゃって、もうちょっと絶望した。何キロぐらいなのかな。そんな10キロもいかないでしょ。いくのかな。そう、だからもう一つ、普通に自分の荷物もあったので、自分の荷物と一つ半分ぐらい入った袋を腕に抱えて、腕に下げて、その紙袋をこう抱え込んで、でももうきつすぎて、本当にもう10歩歩くたびに置いて休憩みたいな感じでしてました。業者の方って言われてる。いや、なのでちょっと多分次はもうできません。まだね、
初めてだったのでできた。あと弱虫ペダルだったのでできた。うん、すごい重いけど、あ、でも帰ったら読めるって思って、それを希望に持ち運びましたね。筋トレ、確かに腕の筋肉ついたかもしれない。筋トレですね。あ、ヒートテックが見えてしまった。昨日ぶり昨日ぶりは昨日ぶりだ。あ、ピンク馴染んできた。本当、何時だ。スマホの充電がまた今も 13% しかない。いつも切れそうになってる。ビルマさん、クマありがとうございます。ありがとう。クマ、今日の見た夢覚えてるって。覚えてる。パン屋さんでパンを買う夢でした。すごい平和、平和な夢でした。うん、でもあんまりはっきり覚えてないです。今日はだいたい朝起きたら覚えてるのでつけるんですけど、夢の内容今日は書き忘れたのでもうあやふや。なんか目覚めた時ははっきり覚えてたけど、もうどんなんだったっけ、やんわりとしか覚えてない。あやふやですね。買う夢は金運上昇を暗示する夢でもあるの。そうなの。え、珍しいんです。私だいたい夢占いの覚えてて、夢占いで調べて検索したらだいたい悪いことが書いてあるので、あ、嬉しい。金運上昇か、いいですね。何を買おうかな。そう、私そう今日そう話したいことがあったんです。今日あの昨日配信で初詣行きます、行きたいですって言ってたじゃないですか。でも1月中は行けないかもですみたいなこと言ってたんですけど、今日初詣行きました。パチ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 初詣行きました。うん。そう、1月ギリ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 間に合ってよかったよ本当に。でね、おみくじ引いたんですけど、何だったと思いますか。もうメールでは送っちゃったけど、フフフ、そうそう、末吉でした。末吉かって思って、
大吉か。私大体大吉なんですよ大体大吉。なんかね本当に去年とかも多分確か大吉だったし、その前とかも大吉だったんですよ、おみくじ。でもそっか、末吉かって思って謎の自慢。でももう過去の話です。今年は末吉だね。でね、お参り、お参りする前に、はじめ入り口、お参りする前に一回おみくじ引いたら末吉って書いてて、末吉かって思って、お参りしてからまた運気がこれで上がったんじゃないかなって思って、そう、もう一回引いたんですよ、おみくじ。そしたらまた末吉だった。そうだからね、あ、もう末吉なんだって思ってもうやめました。そう、もし次引いたら、引いて吉とかだったら、中吉とかだったらちょっと大吉が出るまでしようかなって感じだけど、もうね2回末吉だからもう末吉を受け入れますって思ってそうでした。でもね、でもね、内容がね、書いてる内容は、初めに引いた、お参りする前に引いた内容はね結構悪かったんですよ。なんかもう、なんか忘れちゃったけど、内容悪かったの、いろいろ。もう今年はあまり行動しない方がいいでしょうみたいなめちゃめちゃ悪くて、そうそうそう、待ち人みたいなところも、もう なんだっけ、なんかすごい悪い言葉が書いてた、全部。あー、もう覚えてないや、覚えてないや。覚えてないけど、もうねめちゃめちゃ悪いことは書いてたんですけど、お参りした後に2回目に引いた末吉は結構いいこと書いてて、だからちょっと運が晴れたのかなって思った。でもね、2回目を信じようと思います。そう、ご利益があったのかな。盗んで帰ってきました。そう、もう1回目の記憶は抹消しました。抹消というか、本当に記憶からもう消え、思い出せません。皆さん、おみくじ何吉でした？あ、同じ末吉？小吉？大吉？今日引いて以来引いてないの？小吉、大吉、末吉、今日、中吉。え、おみくじって大吉、中吉、吉、小吉、末吉、今日ですか？合ってる？半吉って何ですか？なんかもう違うこと言い出してるじゃん。半吉？
大吉吉中吉小吉末吉凶。うん、え、じゃあ末吉って結構悪いですねえ、末吉って結構悪いですね。今日の今日よりまあまあ今日ではないくらいなんだ。神社によって違うとかあるの？あ、末吉ってそんな悪いんだ今日も今日よりちょっと上っていうだけなの？あら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 じゃんほぼ今日とか言わないで、今日じゃない今日ではないよ今日とね、末吉にはもう越えられない壁がありますからそうなんだねじゃあさ、そっか、そうかそうか。あ、2回目のね、2回目に引いたおみくじは写真撮ったの。え、でもそんな悪くないんですよ、2回目うん、え、なんかいいですね、おみくじって。すごい、はなんか、なんていうのかな、気が引き締められますね。吉だったよマウントはしないでください なんかもう身が引き締まります。あれだって今までの苦しみ煩いもいつか消え、心楽しい時が遠からず来ますってなるほど、遠からず来るのか。ただお助けを祈って心ひらやかひらやかに授けられた事故の職務を熱心に尽くしなさいということで、私は心穏やかに職務を尽くそうと思う。なんて読むんだろう、って思う？平らか？心平らか？え、なんか心にあのヘイヘイヘイにか、平和とかの平に心平かって書いてます。心平らかって読むの？平そうそうそう、その平ら、平らっていう字。なるほどなるほど、心安らかという意味なの。
世の中が収まって平穏無事な様子。ああなるほど。ああいいですね。もう心穏やかが一番の幸せだと思っているので、じゃあ心平らかに、授けられた自己の職務をね、職務に励もうと思います。いいですね、それが理想なのでそれが理想なので、そういう、そうしようと思います。うん、願い事は少し時がかかるが叶うらしい少し時がかかるんですね。そうなんですね何やそれとか言っちゃダメよ。ダメですよ、おみくじ神聖なものなのでね。そうですね、地道に行きたいですね。え、金運乗ってないです。金運の場所がないですね、ないですね。仕事運も乗ってないですね。なんか争いっていうところがね、はじめは負けますって書いてるあ、はじめは負けるんだってためらわず告白せよって。あ、じゃあ好きですやめだいやダメだ、最近ダメです、こういうのは恥ずかしくなります。へえ、ということで2回目に引いたのはね、なかなか良かったので、これを胸に頑張ろうと思います。もう一回はもう言いません言いません。もう21時なの？本当だ、30分、早いですね。おがっちさん、くまありがとうございます。私はお墓参りに行かないといけません。お墓参りにそろそろ行かないといけませんと強く思っているので、ないといけませんね。大大吉とかあるとこあるんだ。翔一さん、タワーありがとうございます。タワーありがとう、ありがとうです、ありがとう。また後でお礼を書かせていただきます。ありがとう翔一さん。タワーの名前覚えてますよ。開運、開運熊、開運熊でタワーでしたっけ
昨日言ったのにな。開運熊手タワーで合ってるっけ。よし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 。あ、覚えてた？正解？足がしびれた。ビルマさん、めちゃ可愛いギフトありがとうございます。あ、間違えた、失敗した。あ、足がしびれた。明日で1月終わるの早い。あっという間ですね。配信終わったら何するって。弱虫ペダルの続き読むの。そうですね。弱虫ペダルを今晩も読もうかな。読もうかな。セルヒオリコさん、かわいいゲストありがとう。そうなんですよね。私今スラムダンクもね、読まないといけないのでね。母の勧めにより。あ、だんだん足のしびれが治ってきた。正座ではないけどね、折りたたんで座ってます。いつも正座ではないけど、正座風の足を伸ばして配信足を伸ばして配信したらいいのかな。どう、足をどうやって配信したらいいのかな。みんなどうしてるんだろう。なんかちっちゃい椅子みたいのがあったらいいですね。そうですね自分で言って自分で納得した。座椅子か。座椅子持ってないですね。なるほど。座椅子が、でも座椅子があっても足はどうなるんですか。座椅子って足伸ばす。なんか人をダメにするクッションみたいな。ヨギボー、ヨギボー、いいですよね。あれ全然座ったことないけど座ったことないけどいいですよねってどういうことだろう。なんかいいんだろうなって思います。本当に動けなくなるのかな。包まれます。お、あれは埋もれる。あ、結構
ヨギボー経験者いらっしゃいますね。あれは最高なの？じゃあいつか買おう。いつか20年以内に、でも買うかな。40年以内ぐらいに買えたらいいな。でもいいですね、ヨギボー買ったら。すごい、もうぐだーって埋もれながら配信する。シュールですね。配信中に寝ちゃうかな。今晩何冊読もうかな。読むの遅いからな。5冊アイマスク気持ちよすぎてすぐなくなるって。蒸気でホットアイマスク、私も昨晩つけました。冬はアイマスクが必須ですね。そう、朝起きたら消えてるよね。めっちゃわかります。もうなんか朝起きてつけたままに、そのつけたまま寝るんですけど、朝起きてつけてたことはこれ前に一度しかないです。もうだいたい枕の上か枕の横とかにある。ミニバージョンとかあるんですか？え、どういうこと、どういうこと。ね、どのタイミングで撮れるんだろうね。謎ですよね。寝返りの時とかかな。どうなんだろうね。確かにちょっと気になるね。気になりますね。ちょっと録画しとこうかな。一晩中。ハッシーさんも可愛いギフトをありがとうございます。どうなの、自分でなん
か寝ぼけて撮ったりとかなのかな。タワーのお礼を書かせていただこうかしら。ユージーさん、ありがとうございます。星書かせていただこうかな。足のしびれも治ったのでね。よいしょ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 。よし、タワータワー、もう昨日書かせていただいたのは配信はもう残り 10% しかない。スマホの充電がすぐなくなる気がしている。また書かせていただきます。よいしょ。多分よいしょ。すごい書く場所が不安定。2% ではない。昨日は 2% でメールを送ってたので。本当にギリギリまで充電せずに粘ります私。でもさすがにメール2通目送った後に動いて充電しました。モバイルバッテリーはね、そうだね、なんか長時間の移動とかがあるときは絶対持っていくんですけど、家では使わないかな。
すごいすごい、あの真剣に書いてた。ショールームということは忘れてないですよ。皆さんで何か話しててくださいって、じゃあ皆さんで皆さんで話しててください何かありますか。昨日も全く同じ絵を描かせていただいているので、ちょっともう手慣れたかもしれませんね。後ろの草はあげません後ろの草はあげません。そう、でも最近あの掃除にハマってるって言ったじゃないですか。なんか掃除にハマってから、こういうさ草とかなんかインテリア的に置いてるみたいなものっているのかなっているのかなって思い始めてます。私いるのかな、インテリアっているのかなどう思いますか。なんかね、掃除という観点だけで置いたらさ、掃除
りという観点だけで置いたらいらないじゃないですか、というようなことをね考えてます最近。ワンポイントでいいと思う？微妙にミニマリスト化してます最近。そう、なんかね、掃除したらさ、掃除した後がいいですよね、気分がね、気分もすっきりしますよね。森に帰りたいんですけどね。寒すぎて帰れませんね。このツタが納得がいかないと言ってる。いや、このツタちょっと昨日からね、配信の場所をいつもしていた場所のこっち側に来たので、なのでツタがあります。ずっとありました。多分ね、もう何年か前、多分過去 1,2 回ぐらい登場したことある気がします。ショールームでここでやった気がするな。時の流れって早いですよね。あっという間だよね。あっという間だよねって思います。最近特に。あっという間だよ。多分もう気づいたら10年とか経ってると思う。かけた。かけた。わいわい。
歓談ありがとうございました。10年なんてあっという間？そうだよね、多分気づいたら本当に私30歳になってると思う。あっという間だよね。ですね、成長したいですね。辛いこととかあってもいいので成長した大人になっていたらいいなということで、はい、翔一さん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。パチ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 そう、第2バージョンです。ありがとう、ありがとうございました。あら、あれ、あれ、私のスマホが消えありましたありました。じゃあ今日はそんなこんなわけで終わろうかしら。ありがとうございました。テロップを書きます。はい、じゃあ何なんだろうね、なんかさ、もうさ、この終わる間際にテロップを書くというのがなんか習慣化してきていますが、よく考えたらね、なんだろうねっていう思いました。ほぼ今日とは言わないでください。一応ちゃんと基地の仲間ですので、まああれですね、もう切り捨てたら基地なので基地と受け止めます。私、大基地もさ、末基地もそうだよ、基地だよということで壇上を読ませていただこうと思います。どん、13位タンタンタヌキさん、ありがとうございます。12位ハッシーさん、ありがとうございます。11位カズサさん、ありがとうございます。10位ヤマイさん、ありがとうございます。9位カズさん、さやかに楽しい、ありがとうございます。8位鳥さんさん、ありがとうございます。7位おがっちさん、ありがとうございます。6位ロールキャベツさんありがとうございます。5位ビルマさん、ありがとうございます。4位静岡の天パのたけさん、ありがとうございます。3位一光さん、ありがとうございます。2位ユージーさん、ありがとうございます。
そして1位翔一さん、ありがとうございます。パチパチパチ、ありがとう皆さん、ありがとう。そして本日の何しようかな本日の40めでたくめで何しようかな、本日のさやかりんナンバーの方はアッキーザラ大好きマンさんです。ありがとうございます。ありがとう末吉40の方末吉じゃあ末吉に、本日の末吉さんにしよっかな。いいねいいですね。これからじゃあ40位の方は、今までは本日のラッキーフォーティーの方はって言ってたんですけど、冷静に考えたら本日のラッキーフォーティーってなんだって何回3回前ぐらいの配信でふと疑問に思ってからちょっといろいろ模索してたんですけど嬉しくない本日の末吉さんはそうしようかな、そうしようかな。この1年で来年私が初詣で大吉とかだったら、その1年は本日の大吉の方はになりますそうしよう微妙本日の末吉の方にしようかとちょっと検討しますということで、じゃあ皆さん日曜日話してくださってありがとうございました。明日からねまた月曜日で、皆さんいろいろとあると思うんですけど、頑張りましょう。心なんだっけ、平らでなんて読むんだったっけ、結局心平らかって書いてなんて読むんでしたっけ、心なんだったっけ、平らか、平らかで合ってるっけ、心平らかにね頑張りましょう一緒に。平らか、今日一つ漢字を覚えました。じゃあそんなこんなわけでありがとうございました。またお話ししましょうということで、バイバーイ、おやすみなさい、ありがとう、バイバーイ。